あと30分だからおとなしく待ってなさい。だってさ、その缶ビールをよこしなよ。でも幼い顔の君がお姉さんぶってるのはちっとも嫌いじゃないよ。君ん家の屋根に登るとさ、空でいっぱいになるんだって嬉しそうに言う。フライングしたばっかりに未成年飲酒で捕まったらどうすんのって、こんなとこ誰も見てないよ。お酒以外の見られちゃまずいことはあらかたしたくせに、おとなしくして